ずっとずっとそばにいて、大好きな君を見つめてたい。スローフェイク、君のぬくもりを冬の贈り物、ほら雪だよ。ずっとずっとそばにいて、大好きな君を見つめてたい。音楽には感動がある。Always listening. Audio Technica. 今やですね、こう代表曲の一つといっても過言ではないメリクリですけどもね。はい。はい、今回はどういうふうにこう生まれ変わったんですか。確かにこの曲を歌った時が18歳だったと18と思うんですけど、はい。はい、で、こうリアレンジをジャズワルツテイストでこう若干こう大人っぽい感じでもあり、はいはい、ジャズワルツ、はい、で実際本当に楽器と自分のボーカルを取り直して、で今風のメリクリにこう生まれ変わったなと思います。歌う時っていうのは何かこう何かを感じながらとか思いながら、やっぱりこう自分に対してもすごく大切な曲なんで、そういった気持ちを込めてこう大切に歌いながら、やっぱりこの曲を歌う時期になると、あ、冬がやってきたっていう、そうですね、はい、そういうなんか感覚もあり、はい、そうですね。10代で歌った曲と20代で歌う曲って気持ちは違いますか。はい、やっぱり同じ曲でもこう声の感じが変わってきたり、こう感情を込めるところが少しずつこう増えてきたりとかして、でやっぱり元のメリクリを聴いたら幼いなっては思います。可愛らしいメリクリだねって思いますね。そろそろクリスマスも近いですが、はい、クリスマスのご予定なんかはどうでしょうか。多分アメリカでレコーディングしてると思います。仕事ということでしょうか。はい、そうですね、しばらくはプライベートな予定もない。うん、そうですね、今の時点ではないですね、残念です。じゃあ聞かせたい、メリクリを聞かせたい男性なんていうのはどんな方ってありますでしょうか。あ、それは理想的なタイプですか。いや、なんか自分を好きになってくれる方でいれば最近なんか20代になって理想的な男性の形がなくなってきたというか、理想は理想だなって現実をちょっと見て、そうですね、理想と現実は別だねっていうはい、もう毎日英語の先生とずっと会話してるんですけど、やっぱり大変じゃ大変なんですけど、新しいことにチャレンジしてる自分に対してすごく、なんだろう、新しい世界をが見れて、なんかリフレッシュもできつつ、なんかすごく楽しいです。うん、なんか食材買うぐらい嘘です。なんか今やってるんですけど、徐々にこう調達していってるんだなとは思います。はい、アメリカで料理されるんですか。あ、しないですね料理苦手です。じゃあ食材買うっていうのも嘘ですか。食材っていうか牛乳とかジュースとか飲み物は買えますそうですね、リハビリも順調にこう頑張ったし、こう今今週かな、踊るパフォーマンスのイベントの予定もありますので、それに向けてのリハーサルも順調にやってます。はい、ちょうど全米デビューされてから1ヶ月が経つんですが、はい、感触、手応えはどうですか。なんだろう、こういろんなことがすごく新鮮だし、なんかまだまだ習うことがいっぱいありまして、なんかすごく勉強してる気分で頑張ってます。いやー、ライバルっていうか、自分ちゃんとしないとって思いますね、はい、頑張りたいなと思います。